はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズの動画を撮っていきたいと思っております。で今日なんだけど、いよいよ7月も下旬に入ったということで8月が近づいてまいりました。ただ8月に入るまでに皆さんお待ちかねの最新アップデートバージョン 3.2 が今月の末に実装される予定なんですよ。すでに先日公開されたロードマップでカプコンコラボ第2弾が決定してるわけで、具体的にはダウンロードコンテンツ、イベントクエスト、こちらが予定されておりますと。まあ、こちらに関しましては現時点で確定してる話ですよね。ただこのカプコンコラボ第2弾なんだけど、具体的な内容に関しましてはまだ不明の状況です。ですので本日はこのバージョン 3.2 の内容、具体的にはカプコンコラボ第2弾どういった内容になるのか、そこについて取り上げていきたいと思っております。そして1点補足になるんですが、こちらのロードマップ、ダウンロードコンテンツ、このような文言があると思うんですけど、残念ながらね、こちら無料アップデートのロードマップにも関わらず、なぜかよくわからないけど有料のダウンロードコンテンツに関しても記載がございます。多分ねこのダウンロードコンテンツっていうのはバージョン 3.1 の時もそうなんだけど、おそらく無料ではなくて有料のものを指してるんじゃないかなと思いますね。まあこれに関してはカプコンあるあるなんで、長くカプコンの作品を遊んでる方であったりとか、モンスターハンターライズを遊んでる方であればまたかよって思うかもしれませんね。さあそういったところで本題に入っていきましょうか。でその前に、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録したい。これからもモンスターハンターライズ、そしてストーリーズ2の動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくモンハンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。ってことで内容いきましょうか。まあここに関しましては僕の個人的な予想になるんで、参考程度に受け取っていただきたいわけなんだけど、カプコンコラボということですので、おそらくカプコンの作品とのコラボになる可能性が高いですよね。だってさ、わざわざカプコンコラボって言ってるわけだからさ、他の会社のゲームとコラボするっていうことは考え難いので、普通に考えたらカプコン代表するゲームたち、そことコラボするのが普通なのかなと思いました。ちなみに第1弾に関しましてはストーリーズが発売するっていう話だったので、ストーリーズ2とのコラボでした。確かねロードマップにも記載がある通り、まあ、ライダー装備であったりとか、まあ、月乃ちゃんっていう女の子がいるわけなんだけど、それのま重ね着みたいな、なりきり月乃って言うんですが、まあ、そういったものが実装されました。いや懐かしいね。カプコンコラボ第1弾も6月18日か。今から約1ヶ月前の話なんですね。なんか全然実感湧かないね。あれからもう1ヶ月経ったんだ。なんかここ最近さ、本当に時間が過ぎ去るの早く感じるね。いやー怖い怖い。気づけばさ、9月とか10月とか、それぐらいになってそうな気がするわ。さあそういったところで、僕の予想なんですが、やっぱりね、カプコン代表するゲームっていうことなんで、まあストリートファイターであったりとか、魔界村であったりとか、まあここ最近ですと魔界村がね、めちゃくちゃ話題ですよね。まあこのゲームに関しては昔から人気なんですが、今でも多くの根強いファンを持ってる、そういったキラータイトルになっております。まあ特にねここ最近来てるっていうことなんで、ワンチャン魔界村の可能性あるんじゃないかなと思ってますね。はい。あとはまあバイオハザード、バイオハザードに関しては先々月でしたっけ、間違えてたらごめんなさい。確かねバイオハザードの最新作が出たかと思いますね。あれさめっちゃ面白かったよね。自分もバイオハザードやってたんですけど、めっちゃ面白かった。あれは本当にね、やった方がいいですよ。まあそういった背景もございまして、もしかするとバイオハザードとのコラボの可能性もあるんじゃないかなと思ってますね。まあせっかくね、最新作出たわけだから、まあ起爆剤っていうことで、このタイミングでぶっ込んでくる可能性もあるんじゃないかな。あとはまあ王道かもしれませんが、ロックマン。ロックマンもね、本当に様々なシリーズが出てますよね。例えばロックマンエクゼであったりとか、普通の 2D のロックマンであったりとか、まあロックマンダッシュであったりとか、なんかいろいろシリーズが出てるわけなんですが、どのシリーズもマジで人気よ。本当にね、様々なシリーズが出ている。なおかつ、カプコンが2000年前後に急成長した、そういった要因を作ったのもロックマンって言っても過言ではないので、まあ、元祖神ゲーロックマン。まさにカプコンの看板と言っても差し支えはないと思うんで、まあ十分あり得るんじゃないかなとも思ってます。そして、まあここは大穴になるんだけど、逆転裁判。まあ逆転裁判は第2弾で来るとは思えないんだけど、まあ一応ね、メインタイトル、しかもナンバリングでいくつも出てるっていう背景もあるので、まあ逆転裁判シリーズとかも、あり得るんじゃないかなとは思ってますね。まあこちらに関しましてもカプコンを代表するゲームなんで、まああり得ないことはないんじゃないかな。まあとりあえずね、タイトルとしましてはそんな感じではないかなと予想しております。あとはですね、コメント欄も開放してるんで、ぜひ皆さんのご意見だったりとか、希望だったりとか、カプコンコラボこうなったらいいなとか、これからのアップデートについてとか、好き勝手書いていただいていいんで、ぜひぜひコメントをお願いいたします。ではでは、どういった報酬がもらえるのか、
まあ、カプコンコラボ第2弾ということで、まあ、それは分かりましたと。まあ、多分ね、今挙げたゲームのいずれかがコラボされる可能性が高いと思っているんだけど、じゃあ報酬は何なんだよっていうところですね。多分このカプコンコラボっていうのは具体的にはイベントクエストを指してると思っていて、まあ、その報酬としましては、今のところは重ね着とか限定装備とか、多分そこら辺がメインになってくるんじゃないかなと思ってます。まあ、装備系っていうことで、まあ、防具なのか武器なのか、ちょっとね、まだわかりませんが、ただまあ、今までのアプデ内容を振り返ると、まあ、極めて防具の可能性が高いんじゃないかなとは思っております。まあ、可能性は十分考えられますよね。まあ、そこら辺がね、本命なのかなと思ってます。一方で、大穴で、どうなんだろう。第2弾で来るか。まあ、来るとしても第3弾じゃねえかなと思っているんだけど、まあ、大穴で新モンスターの可能性もあるんじゃないかなと思ってます。まあ、これに関しましては、まあ、例えばストリートファイターとか魔界村とかバイオハザードとかロックマンとか、ま、いろいろあるわけなんですが、まあ、そこで出てくるキャラとか、モンスターとか、そこら辺がリメイクされて、アイスボーンの時みたいに、イベクエ限定モンスターとして登場するっていう、まあ、そういった可能性も考えられますよね。まあ、あくまでこれって可能性の問題なんで、ただその可能性っていうのは極めて低いと思いますが、まあ、これもね、心の片隅に置いといていただければと思いますね。はい。あとはですね、8月公開の新映画の可能性。っていうかさ、皆さん、モンスターハンターの映画、8月の確か12日で会ってましたっけ？確かに12日に公開予定だと思うんですが、ネットフリックス限定で、モンハンのアニメ系の映画が上映されるんですよ。あれね、絶対見た方がいいと思いますよ。モンスターハンターファンであれば、あれは本当に見るべきだと思いました。とにかく、クオリティがすごい。まあ、詳しくは公式ホームページに事前告知映像っていうことで、ちょっとした映像も流れてるんで、それを見て雰囲気を判断するっていうのもありかもしれませんね。けどね、マジでクオリティ高えよ。びっくりするからな。マジか。こんなにすごいのみたいな。しかもモンスターハンター4時代をモチーフにしてるからね。あれはマジで、ポサンであればガチで嬉しい内容ではないでしょうか。まあ、8月に映画公開ということだから、まあ発射台として、プロモーションとして、新映画関係のものとコラボになるっていう可能性もありますよね。まあ具体的にどういった内容になるのかって言われると難しいところなんだけど、まあそういった考え方もできるんじゃないかなと思ってます。まあこちらに関しても本命というか大穴なんでどうなるかわかりませんが、ただ可能性としては存在するんじゃないかなと思いました。ただね、さっきも言った通り、やっぱり本命っていうのは、限定装備系が極めて可能性としては高いと思うんで、まあこれが来るんだろうな、みたいな感じで思っておいていただければと思いますね。まあダブルクロスとか、あとはアイスボーンとかワールドとか、まあその時もこういったね、コラボ関係あったわけなんだけど、大体がね、防具関係だったんで、まあ普通に考えたら防具が、本命ですよね。うん。まあ、そんな感じ。あとはま、ここに関しましても皆さんご意見あると思うんで、いやいやいや、こっちの方が可能性高いんじゃないかとか、こういった考え方もできるんじゃねえかとか、多分ね、思うところいっぱいあると思うんで、ぜひそちらに関しましてもコメント欄に気軽に書いてください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、とりあえずそんな感じかな。そして、さっき話していた映画の話なんだけど、おいお前、その話もっと詳しく聞かせてくれ、みたいな、そう思ってる方も多いと思うんで、もし、詳しく知りたいぜっていう方は、カプコンさんの公式ホームページにも記載があるんですが、それを噛み砕いて分かりやすく別の動画でも解説してるんで、もしよろしければ、多分サムネ等タイトルに新映画公開来たーみたいな感じで書いてると思うから、そちらの動画を見ていただければ、すごく分かりやすいんじゃないかなと思っております。まあとりあえずそんな感じですね。いやー、それにしても、バージョン 3.1 も、もう終わりか。時代はバージョン 3.2 に入りますよ。それと同時に8月がスタート。いやーけどね、8月スタートって言われても本当に実感湧かないな。皆さん実感湧きますか？何なんだろうな。今年の7月は本当に一瞬で過ぎ去ったわ。なんかね、7月って感じが全くしねえんだよ。あ、7月に入った。あれ？気づけばもう終わり？え、8月だと？みたいな感じなんだけど。気分的にはマジでそんな感じやな。はい、まあ、そういったところでね、今日の動画は一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあね。